部屋に飾ります。ね。ね、本当に紫のね、すごかった。あ、そう、これももらったよ。ね、かわいい。センスがすごいなって思います、改めて。私のセンスないから、みんな作ってるの見えたら本当にかわいいって思っちゃう。ねえ、すごくない？誰？ありがとうございます。センスの塊。壁に貼る。毎年増やしていく。ねえ、最高。これを2枚もらった。保存用と飾る用。これももらったよ。天才かな、ほんまに。これね、まだ見れてなくて、今から見ます。お、すごいすごいすごい。バーコードまである。バーコード、 QR コードまである。すごいね、天才なんですけど。ロッキージェネレーション、ロックジェネレーションね、かわいい。一人ずつ貼ってある。あれ、藤子ことひなたん抱き写真が、あれ載せてないっけ私。キャー、でも嬉しい。何これ、本当にすごい。うわ、次がやばい。やばこれ。やば、この加入してからのすべてのお仕事が。年表っていうの？すごい。ちょっとこれびっくり。嬉しい、こんなに。来年はもっとこれを何ページも 作れるように頑張っていきたいと思います。嬉しい、ありがとうございます。アンケートだって。すごいね。男性62%、女性37%。20代の方が圧倒的に多いみたい。10代。一番多いのが20代で、2番目が50代で、3番目が30代。すごい。何？嬉しいんだけど。押すきっかけ、または好きになったきっかけ。一目惚れしました。当時の推しがおすすめしてたので。誰？気になる。 TGC イベント、おお、これ見てます今。すごいね、本当に。好きなところ。こんなんさ、字が意外と丸文字なところだって嬉しい。わお。ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しい。どうしよう。マジで嬉しい。皆様、今日は本当に DMM の方も、 DMM で見てくださった方も、劇場に
劇場にお越しの皆さんも本当にありがとうございます。感動しました。本当に初めての生誕だからもうねド緊張ド緊張で本当にねびっくり。まさかあんなたくさんの方が来てくださってて嬉しかったです。ありがとうございます。なんか本当にあのいつものメンバーがたくさん来てくださって、いつめんいつめんがいっぱい来てくれて、なんか本当安心感がありましたね。本当にお見送りとかもいつめんがいっぱいいて嬉しかった。本当にちょっとお茶を飲みます。一応隠す。結局愛知は1割くらいは憧れの先輩なんだ。いや本当にこれはまあ面白くするためにああやってたけど、本当に愛知さんはね本当に大好きなんです。本当は本当は本当に裏でもいつも一回美しきもののコメント、あセリフを私が言うところがあって、そこで言ってる時も結構不安そうに私が言ってたら、愛知さんが大丈夫大丈夫めっちゃ良かったよって褒めてくださって、褒めてくれたり、なんか本当楽屋とかでも一番気軽に話せるんじゃないかぐらい本当に話せる。本当にね最近仲いいよ。さえちゃん、さえちゃんもね仲いっぱい話す。ご飯お鍋食べに行ったりしたし、そう本当にいっぱい喋ったりするから本当に彼女にしたいって思ったみんなそうじゃない？やっぱさえちゃんはね彼女にしたいランキング1位な気がする。可愛い、圧倒的に可愛い、癒し。アイチーちゃんはなんて呼んでるの？私のことですかね。アイチーさんはナナカって呼んでます。アイチーさん食べっ子動物にメッセージもらって、あそうですそうです、食べっ子目撃者の初日に食べっ子動物に頑張ろうねって一緒の歌ありがって嬉しいって書いてある手書きのメッセージをくれました。で食べっ子動物こんなに美味しいんだと思って本当にすぐなくなっちゃいました。いやあきさん本当に本当に毎回いいことを言ってくれて、本当にね本当にあきさんって本当にって感じですよ。なんか裏でも前回私結構目撃者でなんか悲しい悔しいって感じの時があったんですけど、その時もあきさんがなんか自分らしい七日らしい目撃者をすればいいんだよってね LINE くださったんですよ。本当にもう一生ついていきますって感じ。ねあと手紙、本当にヒーローの手紙、本当に誰か分からなくて誰だろうって思ってたら手紙を返してくれたヒーローちゃんだったよ。今アイチーさんハッショールーム始め、多分デルンって言ったのアイチーさんかね。え本当に感動しました。あの手紙にはなんか一番理解してくれてる部分もあってね。え本当にねえ、ね、最後わかるそこ生まれてきてくれてありがとうって返してくれた、めっちゃ感動。もう変になってきちゃった。
ね、本当に嬉しかった。うふふって感じやね。うふふ、ヒーローのラジオ、うふふ、ブフ、書きながら笑っとったんかな、ヒーローも。いや、たくさん本当に思い出がいっぱいできました。あのスピーチうまく話せたかなって思ってメモはしたんですけど、なんか自分の言葉でと思ってチラチラ見ながら喋ったけど、うまく喋れてたかわからない。なんか言葉喋るのがむずに苦手、難しいから、なんかほんと伝えたいこと伝わったかわかんないんですけど、今日考えました。嘘、嬉しい、スピーチで泣い感動した。もっと やばい今。まあでもそう、嬉しい、本当にねえ。22歳も27歳も頑張って、小田さんが司会をしてくれて、ちょっと待ったをやってくれたんですよ。多分22歳と奈々ちゃんの奈々が混ざって27歳って言ってた。可愛かった。本当に小田さんにはいつも癒されてます、ね、私があの差し入れみたいなのを持って行ったんですけど、それが美味しすぎたらしくて、どこに売ってるってめっちゃ聞いて、写真撮ったって言って、多分今度カードでって言ってました。よかった、気に入ってくれて。面白い、本当に面白い、いいチームだなって、 H に入れてよかったなって思います。本当に仲がいいので、実はアイチーさんの前夜祭にも行ったんです私。呼んでくれて、その呼んでくれたのも嬉しいし、一緒に前夜祭をできたのも本当に嬉しかった。今日行きたかったけど体調悪くて行けない。きゃー、大丈夫ですか、体調は。体調第一ですからね。ね、見て、すごい、ほどいたらすごいことだった。ちゃちゃちゃ、そう、ショールームしてたけど、本当に皆さんありがとうございました。ね、そう、バラ、そうなんです、アイムクラインのあのバラ投げるときに、生誕祭の人たちはメッセージを書けるんですよ。昨日からメッセージを書いてて、え、ちょっと待って、やばくないこれ。メッセージを書いてるから、私も今日書いたんですよね。
そしたら踊ってる時になんか地面に赤いのが見えて、えもしかしたら自分かもと思いながら拾うタイミングもなかったので、そのまま最後までやり通して最後にポケットからバラを出す時にこう探したらなくて、最悪私のやと思って声がなメッセージ書いてるのを落とすって最悪だし、本当に悔しいと思ってないのに焦ってめっちゃニヤニヤしちゃった。ない、やばい投げるふりだけして落ちたんですよ悲しかった。でも後からまた投げれたからよかったです。あれ練習したんですよね、リハでも投げる練習で 2列目ぐらいまで行ったんですけどなんか下から投げちゃって1列目までしか行かんやった。投げました。前座は私が選びました。前座ちゃんたち、ちょっともらったものを食べます。今日はご褒美なのでこんな時間に食べてもゼロカロリー。ウクノちゃんと渋井ちゃんと、え今なんかついとった、ついてなかった、リンカ、渋井ちゃんね、なんかうん、あの生誕祭は選べるんですよ、前座を。毎回か分かんないですけど、私の時は選んでいいよって言われたから選ぼうって思ってて、あの渋井ちゃんがなんかアピールしてきてあの絶対ななかちゃんの前座出たいみたいな、今から願っとくわみたいな言われてだからまあ守備ちゃんは普段仲いいし、まあ、出てほしいなって思ってて、けどわざと「じゃ前座選べんかった」って言って「意見誰になるかわからん」って言ったら「マジか」みたいな言っててけどで「ねえ前座選ばれたよ」って後で言ってきたから。そう選んだよって言ったらめっちゃ喜んでました。えって言って、ブイちゃんって可愛い。おでこの子関西の人じゃない、めっちゃ見たこと、関西です。どこやったっけな、リンカ、大内リンカちゃんはどこだったっけ、神奈川レアで、よあれ出てこない、どこだったっけ、待って、大阪じゃなくて兵庫、それだそれだ、兵庫だ、そう、兵庫県。たまに出る関西弁がめっちゃ可愛い。ねえこのラスクめっちゃ美味しいよね。
この前の高猫フェスの日、高猫フェスの日配信ショールームしたじゃないですか。でその時終わってそれぞれお風呂入って、その後もう一回ちべちゃん私の部屋来て一緒に寝ました、話して、でいぶきさんのアラームで起きました。いぶきさんの起きてみたいなやつをしぶちゃんが持ってて、それで起きてこんな目覚めいいことあるんだって思って朝からニヤニヤしてました。可愛かったね、起きてみたいなやつ、朝だよみたいなのにアラームしてて、あすごい髪の毛めっちゃ目覚めいいと思って髪の毛はあきちゃんと揃え、そうなんです、私があきさんに一緒にしましょうって言いました。いろいろ迷ったんですけど、ストレートポニーも好きだし、あきさんの迷った結果同じにしましょうって。皆さん、そしておでこを出してくれた、本当に優しい、本当にやってくれると思わなくて嬉しかった、本当に。だからこの前生誕祭でおでこを出ししたいですって言ってよかったなって思った、このミルンさんの生誕祭で。いぶきさんが昨日の夜、明日おでこ出しするみたいな言われたから、全然強制じゃないけどしてくれたら嬉しいですって言ったら OK って言って、なんか肩をつけるためにこうやってセンター分けにして寝たらしいです。マジで可愛いと思って嬉しかった、本気でやってくれて、しかもなんか大人っぽい、大人っぽかった、今日でこ出してたら可愛かった本当にまあまあのボリュームの中ね、あんまちょっと恥ずかしいからね。楽しかったな生誕祭。今日ね生誕祭やったから美容室行きました。美容室行って髪の毛を綺麗にしてきました。だから今日はツヤツヤなんですよ。いきなり風が吹き抜け、ちょっと染めました。ちょっと染めたは意味わからないかも染めました、髪も暗くというか、なんか前から色が抜けてたので綺麗な色にした。絵に描けそうな顔。次何の髪にしようかな迷う。まあ次はいつか分かんないんですけどね、まだ次何かあれば。次のイベントごとで言うとベトナムかな、今月は。ベトベトナムナム、ポニーテール絶対する、絶対するよ、ポニーテールするよ、したい。ハーフツインもねちょっとしてみたい、ハーフツインっていうかちょっとこんな感じ、軽く、あんま取ったら似合わないから軽くねこんなのしたいなって思ってる。
本当に今日はありがとうございました。嬉しかった。あー、皆さん今帰ってるのか、気をつけて帰ってね、本当に寒いから。公園前の鍵穴したの初めてです。私は鍵穴初めてで緊張した、噛んじゃった時々。公園終わりジョイフル駆け込んだ。あ、ジョイフル美味しいよね。髪短くしたことありますか？中学校1年生の時に最後にショートカットしました。それ以外はずっと長い。明日7時の飛行機に飛んで、わざわざ来てくださった、ありがとうございます。本当に嬉しい。なんか自分のために時間を使ってくれてるのが嬉しすぎる。ショールームを BGM に資格勉強してます。おお、頑張ってください。何の資格なんだろう。お、もつ鍋食べました。もつ鍋美味しいよね。締めのちゃんぽん麺が好き。福岡居心地良すぎてしばらく帰ります。福岡ほんといいよね。福岡はなんかのんびりしてる気がする。東京に行ったらもう人が多くてあわあわするけど、まあ地元っていうのもあるか。食べたい。すいません、あくびが出ちゃいました。まあちょっと明日も早いので、長くもうそろそろ終わろうかな。ハートありがとうございます。え、いちご出てる、かわいい。いちごありがとうございます。コメントだけ表示してた。タワーありがとうございます。待って、見逃した。どこだどこだ、誰だ。待ってね、なくなっちゃった。ありがとう、ありがとうございます。タワ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 、見逃しちゃった。どなたかわかんなくなった。ようちゃんさん、ようちゃんさん、ありがとうございます。タワありタワありタワ、ありがとうございます。いつもありがとう、本当に。今日振り返ってなんかあるかなと、でもレイヤもね、センター分けしてくれた。めっちゃ可愛かった。騙された。ずんちゃん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 、じゅんやさん、たこたこちゃんありがとうございます。たこたこ、
このまま寝そう。ありがとう。博多タン、タカタンさん、ミラーボール、Thank you。僕たちは目撃者。決して目をさ、さあちゃんも今日は初出演ということで出てくれました。のんちゃんさん、くまありがとう。ありがとうございます。ちょっとそろそろ終わろうかな。たくさんレターささくに祈りささく。それでは皆様おやすみなさいませ。ちょっとランキング見ます。13位、ナナキュンさん、ナナキュン、ナナキュン、ありがとうございます。12位、鈴丸さん、ありがとうございます。11位、ドレイクさん、ありがとうございます。10位、あずまいちさん、ありがとうございます。9位、ゆずこしょうさん、ありがとうございます。8位、レナメロさん、ありがとうございます。7位、ななちゃんへの愛がひりひりまして、完全に生きる活力な銀一の原作。ありがとうございます。生きる活力。6位、ちぐまささん、ありがとうございます。5位、さなちゃん、ありがとうございます。イエイイエイ。4位、あおいちゃんさん、ありがとうございます。あれ変わっちゃった。どこまでなんだかな。うん、変わっちゃったよ。どうしよう。どうしたらいいの、こういう時。もう一回読もう。13位、ゆずこしょうさん、ありがとうございます。12位、あずまいしさん、ありがとうございます。11位、鈴丸さん、ありがとうございます。10位、純也さん、ありがとうございます。9位、9位、ナナちゃんへの愛が日に日に増して、完全に生きる活力な銀一のケンさん、ありがとうございます。8位、ローリーさん、ありがとうございます。7位、レナメロさん、ありがとうございます。6位、あおいちゃんさん、のんのん自己紹介もありがとうございます。5位、ちぐまささん、ありがとうございます。4位、さなちゃん、ありがとうございます。3位、ミッフィーさん、ありがとうございます。ミッフィー、ミッフィー。2位、のんちゃんさん、ありがとうございます。1位、ようちゃんさん、ありがとうございます。今日は皆さんありがとうございました。本当に一生に残る思い出になりました。初生誕祭ありがとうございました。楽しかった。また次の公演とか、まあ配信とか、また会いましょう。ばおやすみなさい。皆さん気をつけて帰って、そしてゆっくり休んでください。今日はありがとうございました。本当にありがとうございます。バイバーイ。22歳もよろしくお願いします。
27歳じゃないよバイバーイ、おやすみ。ありがとうございました。じゃあね、スクショ。バイバーイ、おやすみ。じゃあね、ありがとうございました。